皆さんこんにちは。ラグビー情熱 TV ユニティ神奈川ナビゲーターの志田ねねです。去年12月リーグワンの開幕と同時に始まったこの番組も今日で最終回を迎えます。ということで今回は豪華ゲストをお迎えします。こんにちは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 。ということで今回はなんと横浜キャノンイーグルスと三菱重工相模原ダイナボアーズの皆さんをお招きしてスペシャル対談をお届けします。それではいきますよ。ユニティ神奈川スタートです。スタートです。改めまして今回は素敵なゲストをお招きしております。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもう一人取材でもお世話になりました吉井アナウンサーです。よろしくお願いします。桐蔭学園の取材の時以来ですからね、はい、あの時も優勝しました、はい、いるといいことがあります。あ、座敷わらしみたいなもんですから演技がいいですね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今シーズンもプレーオフを残すのみとなった NTT ジャパンラグビーリーグワン神奈川の2チームイーグルスとダイナボアーズのアフターマッチファンクションを行います。ということで皆さんじゃあ今回はよろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。ああ。まずは皆さんのつながりも聞きたいんですけれども、イーグルスのお二人は桐蔭学園出身ということなんですけど、仲良かったりするんですか？ちょっとだけね。ちょっとだけね。ちょっとだけ仲いいです。名目上は。あとは岩村選手と中村選手は同級生とお伺いしましたけれども、意識し合いとかは昔からあったんですか？まあ高校の頃から一緒に戦ってたりしてたんで、まあもちろん知ってましたし。あの伝説のね、桐蔭学園と東福岡の31対31の引き分け、あの試合を2人、3人は戦ったわけですもんね。そうですね。そう、はい、そうですね。小倉さん3年生のキャプテンですよ。忘れちゃダメ。忘れがち。世代的には小泉さんがちょっと下の世代、ね、そうですね。僕が本当にちっちゃい時に、うん、あの3方の試合をテレビで見てたっていう。どう思ってました？すごいな、すごいこんな高校生いるんだなっていう感じでも見てましたね。そういう人と一緒にプレーできるようになるから面白いよね。そうですね。しかも小倉さんと小泉さんって大学は後輩になるけどポジション的にはバチバチじゃないですか。そう、この前そうです。後輩が頑張ってるの嬉しいですけどね。ここからは今シーズン2回火花を散らした神奈川ダービーについて振り返ります。お互い神奈川同士の試合って何か違いますか？やっぱ気合入りますね。どっちが神奈川ナンバーワンかっていう。なるほど、はい。そうね、まあ、負けられない一戦っていうのはまあ常にお互い意識してたのかなっていうのは思いますね、はい。そんな中でやられたっていうお互いの良かったプレーを選んでいただきました。まずは岩村選手お願いします。はい、第14節の中村俊太選手のモールでのトライです。こういう時って中村さんどんなことを考えてるんですか？相手に掴まれたり離れたりしないようにずっと意識してずっと前の人を掴む。もうこれ必殺パターンですよね、イーグルスの。そうですね、強みですね、チームの。後半入ってこの俊太のもう素晴らしいスローからね、モールドライブして、ね、でしっかり最後も丁寧にグランディングまでするっていう。やられました。結論から言うと中村俊太選手がスローインのミスをしてないと。この試合 100% です。素晴らしい。やられたわ。続いては中村選手の方からよろしくお願いします。第14節の岩村浩太選手のトライです。まさにアフターマッチファンクション。これ中村さんどんなところを評価？これ多分分析で、うん、多分うちのショートサイドのディフェンスがこうチャンスある
っていうのを多分分かってたと思うんですよ。なんでこの試合結構ショートサイドうまく攻められてて、うん、まあ、その中でもこうなんですかね、フォワードバックス一体となってこう、うん、個人のパワープレーだけじゃなくてこうチームとして連携の取れたいいトライだったなっていうふうに思います。なるほど。そしてコーダがやっぱりあそこにサポート行ってるね、いいハードショーだね、ね、完璧だと思います。お互いいいな、褒め合ってな。なんかあるな、これこれあるな。サウナの行き過ぎで。続いてはそれぞれのチームのレギュラーシーズンを振り返っていきます。チームの MVP を教えてください。まずは小倉選手から。梶村選手、はい、梶村いい男ですよね、はい、うん、理由なんですけど、はい、大変なんですよキャノンイーグルスをまとめるのって。梶がその出てない間中村がキャプテンやってるんです、はい、だけどね、うん、なんか肩が重そうですけど。急に下向きました。本当にあさっての方向向いてる人もいるし、うん、後ろ向いてる人もいるし、それを全員前に向けなきゃいけないっていう、やっぱその役回り、梶村選手若いですし、やっぱそれをこうあの年で担ってるっていう、まあ、リスペクトも兼ねて僕は MVP だと思っています。続いてじゃ小泉選手に MVP を。ジェームス・グレイソン選手を選びました、うん、はい、今シーズンから加入してきた選手なんですけども、本当に彼が入ってきたことによってタイナボーズ の, そのアタックっていう部分はかなりレベルアップして、彼がいてくれたからあのここまで成長できたんだなっていうのはすごい思います。多分コータさんが一番、あのジミもジミって呼んでるんですけど、毎試合コンスタントにパフォーマンスを出し続けてくれましたし、ラグビー以外でも日本文化を学ぼうとする姿勢とかすごいあって、まあ、週2回か3回くらい日本語レッスン入れたりとか、そういうとこもあって、まあ、みんな信頼できるそういった選手だったかなと思います。続いては試合前のマイルーティーン。中村選手は前日にサウナに行くそうですが。サウナは普段からお好きなんですか？そうですね、週3日間ぐらい。以前会った時はだいぶ痩せてるんですよ、実は中村さん。あ、そうなんですか、サウナの行き過ぎで。超おもろい。そうかもしれないですね。そうやな。11キロちょっとあの絞りましたから。11キロ、はい、2年間かけて、はい、でだいぶシャープになって、あの戻ってまいりました。なるほど。小泉さんは試合前日の夜夜食でカステラ食べて、で試合の当日はバスの移動してる時に羊羹を食べて、はい、なんか試合前はこう本当に頭を使うから糖分いっぱい取った方がいいっていうのは言われて、はい、こうそういう風に取るようにしてます。いつも行ってる美味しい店ってあるんですか？もうセブンのカステラがあるんですけど、あ、ありますね、はい、あれが一番美味しくて、もうあのちゃんとセブンを探して、あのなければあの近くのセブン歩き回って探して買ってます。カステラの理由は何でなんですか？カステラが好きだからっていうのもあるし、なんかカステラがいいって、はい、その補食にカステラ食べるのはいい。聞かない？初めて。あ、マジ？聞かない。結構なんかカステラ本当ですか？いいわ、いい、はい、そうです。忘れたか？忘れた。あれあれ聞くよね。聞きます。わかる、めっちゃわかるよ、はい、早くもお時間が来てしまいました。最後になりますが、今シーズンの振り返りと来シーズンに向けての抱負をダイナボアーズの岩村選手からお聞きしたいと思います。はい、今シーズンダイナボアーズの歴史の中でもあの本当に一番いい順位で終えることができて、チームの一つの目標としてあの狙ってきたところだったので、まあ、そういった目標を達成できたっていうのはあのすごく良かったですし、いいシーズンになりました。ただまだあのリーグ全体で見ると9位ということで、うん、まあ、全員でしっかりハードワークして、はい、でまあ、あの少しずつ成長していきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあそしてイーグルスは小倉選手、はい、プレーオフへの意気込みをお願いいたします。まあ、今年、まあ、優勝という目標をチームとして掲げてやっているので、まず準決、まあ、とても強い、まあ、ランキング1位パナソニックさんですけど、はい、まあ、チームでどれだけ詳細に話して、どれだけ一人が一つ一つのプレーにこだわってやるかっていうところにフォーカスして、まあ、とにかくまず準決勝勝ちに行きたいと思っております。はい、応援しております。ありがとうございます。
ということで今回はスペシャルゲスト横浜キャノンイーグルスと三菱重工相模原ダイナボアーズの皆さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバイ。神奈川最高。迎えたプレーオフ準決勝、イーグルスはレギュラーシーズンで2度戦い、いずれも圧倒されたリーグ戦全勝の埼玉ワイルドナイツと対戦。10点ビハインドで迎えた後半4分、敵陣ゴール前のマイボールラインアウトからイーグルスが自信を持つモールで押し込みトライ。キックも決まり3点差まで迫ります。さらに13分、敵陣22メートルライン手前からテンポよくパスをつなぎ、最後は切り札竹澤雅義がディフェンスを振り切りトライ。この試合初めてリードを奪います。しかし後半19分に許したトライ、これが決勝点。成長の証はあと一歩及ばず、リーグ優勝の夢は来シーズンへ持ち越しとなりました。2年連続の3位を目指すイーグルス、対戦相手は去年に続き東京サンゴリアス。本日12時5分、秩父宮ラグビー場にてキックオフ。両チームのプライドをかけた一戦です。さて、あっという間の12回でした。番組のエンディングを撮るのもこれで最後です。この番組を通して MC を務めさせていただきまして、ラグビーについて知れば知るほど魅了されて充実した日々でした。ラグビー大好きです。また来シーズンお会いできますように。さよなら。